様は気に障ることばかりするな。ブラックドラゴンの宝玉を盗んだ奴が言うこと？それはそうだな。この宝玉を探すのにどれだけ探し回ったか分かってる？逃げ回ってたあなたに、ドラゴンが現れても何も変わらない人間たち、うんざりだ。そろそろ後始末にも疲れてきた。もう休ませてちょうだい。そうか、ならば手を下そう。やめろ！へい、離せ。そのような矮小な身で何ができるというのだ。小さくなっても昔とは変わらないか。一瞬で終わらせてやろう。偉そうに。この汚染された宝玉は私が持っていく。あなたに消されるっていうのは。それは私も同じだ。こんな時、人間なら別れの挨拶ってやつをするそうね。おちびちゃん、もっと強くなりなさい。もうそんな顔しなくてもいいよ。アルゼンタ。バカなやつめ。